日中間三国日中間首脳会談は日本国、中華人民共和国、大韓民国の三カ国の首脳による国際会談。日中間三カ国が持ち回りで開催する。アジア通貨危機を機に1997年から始まった。アセアンプラス3より独立する形で2008年から始まった。首脳会談以外にも三カ国の外省や 各閣僚の会合も開催される。2008年は7月には原油価格が1バレルあたり147.27ドルの史上最高値まで高騰し、8月には北京オリンピックが開催され、翌年からブリックスの一角である中国が日本を抜いて世界第2位の経済大国になると見られていた時期であり、 9月15日にリーマンショックが発生して世界金融危機が深刻化した年である。当時の日本の麻生太郎首相は日中間の経済はドイツイギリスフランスの合計も上回るとして中間との経済協力強化を打ち出し第1回のサミットは麻生首相の地元であり中間からも近い福岡県太宰府市の九州国立博物館で開催された。 三国間パートナーシップに関する共同声明と三、各国の協力を具体化した日中間行動計画を発表したほか、国際金融及び経済に関する共同声明で三カ国スワップ取決め拡大合意などが歓迎されて、チェンマイイニシアティブの強化で一致した。2009年の第2回サミットで三国協力事務局の設置が合意される。2011年は、 3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の被災地の宮城県仙台空港に5月11日、恩首相と李大統領が相次いで降り立ち、同空港がある名取市のゆり上げ地区を別々に訪問した後、福島県福島市に移動して菅首相と合流。3人で、 同市内の避難所を訪問した。その後、三人は東京に移動し、翌5月22日に第4回サミットが迎賓館で開催された。2012年5月の第5回サミットでは日中関東市協定が署名される。同年8月に、リアキヒロ竹島上陸や韓国による天皇謝罪要求が起こり、さらに同年9月の尖閣諸島国有化をめぐって、 発生した中国における反日デモの影響などにより、しばらく東サミットは開催されていなかった。2015年11月の第6回サミットで日中間首脳会談は再開され、日中間自由貿易協定と東アジア地域包括的経済連携の交渉打結を目指すことや2018年ピョンチャンオリンピック2020年、 東京オリンピック2022年北京オリンピックに向けた参加国のスポーツ交流強化や北朝鮮核問題での連携などを掲げた北東アジアの平和と協力のための共同宣言が採択される2018年5月の第7回サミットは東京の芸品館で開催されオリンピックパラリンピックに始まるスポーツ交流の 継続や北朝鮮核問題と経済での引き続きの協力などで一致するも、その後の個別の首脳会談で日中が複数の合意文書を交わしたのに対して、日韓では具体的な成果がなかった。2019年12月には第8回サミットと日中間ビジネスサミットが生徒で開催され、日本の安倍晋三首相は、 生徒とゆかりがある三国志を引き合いに、新しい三国時代を呼びかけた。ありがとうございます。